今日は在籍7年目のベテランゴールキーパー川田選手と一緒にトウモロコシ料理を紹介します。川田選手、トウモロコシはお好きですか？好きです。ポップコーンはトウモロコシですか？そうです。まあ、ポップコーンも好きです。そんな川田選手、自粛期間中はどのように過ごされていましたか？午前中トレーニングして、午後は子供と遊んだり、なんか毎日同じルーティーンで過ごしました、ね、家の中の一角ちょっと筋トレルームみたいにして、中で筋トレして、庭でジャンプとかそういう動く系のトレーニングして、でそのまま車洗ってとか。外出れないんでドライブ行くんですけど、ざっくりした家を聞いといて、みんな外出れないんで絶対車止まってるんで、家を探すっていう遊びをしてて。やばいです。僕ん家とかも当てられちゃいましたから。藤田正人の家もすぐ行きました、ね、あったと思って、車止まってるから。家の前で写真撮って、で LINE で送って、何にも声かけずに帰るっていう。めっちゃシュールな遊びですよ。みんなもやってみたらいいと思いますか。バカちゃん、これを美味しくしてください。お願いします。はい、はじける甘さとジューシー、トウモロコシのメキシカンビーフライス紹介します。美味しいトウモロコシ教えてください、先生。トウモロコシはこの葉は全体的に濃い緑色をしていて、この先のヒゲの部分が茶色くなっているものが完熟していて美味しいトウモロコシです。それでは調理開始。まずは皮を剥ぎ、粒を包丁で削いでフライパンで焼いていきます。ある程度焼き色がついたら醤油を入れて絡めます。この匂い届けたい。これは絶対届けたい匂いでしょ。この香ばしい香り、テレビの前にも届けたいですよね。お鍋にお米とお水、炒めたトウモロコシを入れていきます。芯を乗せて焼きます。え、芯も一緒に入れちゃうんですか、先生。この芯を一緒に入れて炊くことで香りと甘さが増します。へえ、芯も使って美味しさアップなんですね。続いてクミンを炒めてメキシカンな香りを出し、野菜、牛肉も投入。調味料も入れて水分が飛ぶまで中火で炒めます。お、ご飯が炊き上がりましたね。いきます。うわー、お焦げもあって美味しそう。あとはこの炊きたてご飯に炒めたお肉を乗せたら、はじける甘さとジューシー、トウモロコシのメキシカンビーフライス完成です。エスニックな香りのお肉がコーンライスの甘みと絶妙に絡んで、まさにメキシカンな一品。暑い時こそもりもり食べて夏バテを防こう。トウモロコシはビタミン B 群、マグネシウム、カルシウムなどを多く含んでいます。食物繊維も豊富なので油分や糖分の吸収を抑える働きもあります。最後に川田選手からメッセージです。この先どうなっていくか、全く読めませんが、一試合一試合しっかり戦っていきたいと思いますので、一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。